アルベルト・デラクアとは、イタリアのスタントマン、俳優である。1950年代から1990年代にかけて活動した人物。変名を使うこともあり、コレキトッシュ、ロバート・ウィドマーク、アルバート・ウォーターマン、アルバート・バーナがある。もともとは、サーカス界にあり、業界の先輩であるフレディ・アンガーの紹介で、映画界に入る。スタントマンとしては1963年の、 自国ロケのハリウッド超大作、クレオパトラにも参加しており、マカロニウエスタンでは、俳優の傍らスタントも数多くこなした。俳優としては1966年のガンマンブライア1968年の7人の特命隊では準主役級、日本では未公開のマカロニウエスタンでは主役作もある。同時代のスタントマンはキャリアを重ねると指導者になることがあるが、 彼は大義にこだわり、スタントの第一線を走り続けた。それゆえに怪我との戦いだったと2020年に、キングレコードから発売された、ガンマンブライの DVD 映像特典インタビューで語っている。特筆すべきは1979年のサンゲリアのゾンビの一人も彼だった。なお、ロベルト、アルナルド、オッタビアーノは、兄弟でアルベルトと同業者である。 主な作品は1965年のハゲタカのエサ、1967年の殴り込み兄弟、同じく1967年の裏切りの荒野、1973年のカラテアマゾネス、1976年のカリフォルニア、ジェンマの復讐の用心棒、1977年のラストトリガー、孤独の殺人者、1979年のイーティート、 警官、1989年のマイアミコップス、カサブランカエクスプレス、一え地獄、ゾンビ復活ほか、ありがとうございます。